知事と若者の地域創生ミーティングが昨日南陽市の赤湯公民館で開かれ、吉村知事と地域の若者8人が直接対話し意見を交えました。地域創生ミーティングは吉村知事が各市や町に赴き、地域の若者と車座になって対話を行うことで、若者の豊かな発想や行動力を地域づくりに生かしていこうというもので、今年度は10の市町村で予定されています。昨日南陽市と共催で開かれたミーティングには、高校生から40代までの男女8人が出席し、白岩市長が進行役を務めました。沖郷地区で果樹の苗木生産をしている菊池義行さんは、高齢化などにより管理が大変なさくらんぼからぶどうにシフトチェンジする農家が増えていることを説明し、山形県のオリジナル品種のぶどうを打ち出すことができれば、もっと農産業が盛り上がるのではないかと意見を述べました。また漆山地区で手芸やデザインの仕事をしている中村陽子さんや、南陽高校3年の高橋ゆめかさんは、自分の体験を踏まえ、免許を持っていない高校生や免許を返納した高齢者などのためにも便利な移動手段や循環バスなどがあるといいと話しました。吉村知事は一人一人の話に耳を傾け、今日のご縁を大切にして、さらに輪を広げつつ支え合い刺激し合って、南陽市をもっと盛り上げてほしいと激励の言葉を送りました。では次です。今年も残すところあと1週間余りとなりました。今日から東南沖多摩西2町の今年1年を振り返るニュースこの1年をお送りします。今日は2022年1月と2月を振り返ります。1月です。高畑町のわらじみこし祭りが2年ぶりに開催されました。ワクチン接種が済んでいる人だけが担ぎ手として参加し、全長およそ4メートル、重さおよそ400キロの巨大なわらじみこしを担ぎ、町内を練り歩きました。沿道には地元の人たちが集まり、担ぎ手たちにお清めの水を浴びせました。川西町立川西中学校で沖多摩の伝統食材鯉に関する授業が行われました。長井市の鯉加工業者が沖多摩の伝統料理鯉の旨煮の美味しさを知ってもらい、鯉を食べる食文化を後世につないでいこうと企画。授業の後は3年生が給食で鯉の旨煮を味わいました。2月です。北京オリンピックが開催された今年、米沢市の上杉神社が注目を集めました。フィギュアスケートの羽生結弦選手がフリープログラムで使用した楽曲が、米沢にゆかりのある上杉謙信を描いた NHK 大河ドラマ天と地とのテーマ曲だったためです。謙信を祀る上杉神社には、羽生選手を応援する絵馬が日に日に増えていきました。米沢の冬の風物詩上杉雪灯籠祭りは、新型コロナの影響で2年連続の中止となりましたが、関係者のみで実施された鎮魂祭に花を添えようと、上杉神社の参道と鎮魂祭会場の臨泉閣前に合わせて10基の雪灯籠が製作され、明かりが灯されました。米沢青年会議所も雪灯籠祭りに合わせて道の駅米沢でイベントを開きました。米沢城のシンボル御三階や雪灯籠、木灯籠などが設置され、このうち木灯籠には市内の小学生たちが将来の夢や米沢の良いところを題材として描いた作品およそ180枚が展示されました。武将隊サミット北の関ヶ原慶長出羽合戦米沢の陣が米沢市の伝国の森で行われ、
山形愛の武将隊をはじめ6つの地域から集まった武将隊がそれぞれにステージ演舞を披露しました。また今後のさらなる活躍を誓う証として各武将隊の代表が議定書に署名を行いました。ワカサギ釣りのスポット米沢市の水久保ダムではこの季節あちらこちらでテントを張って釣りを楽しむ人の姿が見られました。今シーズンは1月7日にワカサギ釣りが解禁となり3月初旬までのシーズン中週末には100人以上が釣りを楽しみました。天元台高原スキー場の林間コースにバンクと呼ばれるカーブが新たに設置されました。林間コースにバンクが設置されるのは全国でも珍しく、このコースのお披露目に合わせて高畠町出身のプロスノーボーダー布施忠さんと雪山での撮影なども行うフィルマーの小江路太郎さんのトークショーが開かれました。山形鉄道フラワー長井線沿線の5つの高校の生徒たちがデザインしたオリジナルスニーカーの販売が始まりました。長井市の特産馬肉の馬や南陽市の熊野大社のウサギなど沿線の特産物や伝統などをモチーフにした4種類のデザインがあり、長井駅の窓口で完全受注生産で販売しています。続いての話題です。正月に向けた門松作り教室が今日南陽市の沖郷公民館で開かれました。この教室は沖郷公民館が主催する冬の講座の一つとして3年ぶりに開かれたもので地区民9人が参加しました。講師には門松の製作と販売の仕事をしていた経験を持つ高畠町上和田の渡辺誠司さんが招かれ、参加者はミルク缶を土台としたミニ門松作りに挑戦しました。材料となる竹や南天、缶に巻くコモは近くの民家や畳店から提供を受けたほか、松や譲り葉は山から取ってきたものだということです。まず3本の竹と松の枝を束ねて紐で結んだ後、土台となる缶に菰を巻きつけ、はみ出た部分が床に沿うよう長さを缶の底に合わせてカットします。缶の中には砂と丸めた新聞紙を入れて竹を固定し、その周りに赤い南天の実や青々とした譲り葉などを自由に飾っていきます。奇数が縁起が良いとされていることから、紐を巻きつける回数を7回、5回、3回としたり、南天には難を転じて福となすという意味が込められていたりと、一つ一つに験担ぎの言われがあり、参加者は良い新年を迎えられるようにと願いを込めながら丁寧に作業を行っていました。ちょっと難しいところもあるんですけども、楽しいですね。やっぱりこう自分で作っていくってことはすごく、コロナ禍でね、大変なもう3年間だったので、来年はいい年になりますようにという願いを込めて飾りたいと思います。